埼玉西武先発ワズディン、7回の表8番山崎ライト前ヒット、ピッチャー山本、バッター大引き、センター前タイムリー、これで4対2です。7回裏オリックス先発岸田を攻め、ワンアウトランナー二塁三塁、バッター片岡ショートゴロ、1点を返します。栗山デッドボールでランナーは三塁一塁、オリックス3番手大久保、中島タイムリーで4対4同点。9回裏ピッチャー勝木、上本ツーベースヒット、代走はトレードが決まった水田、ランナー三塁二塁、中島水田飛び出してダブルプレー。11回裏ピッチャー加藤、バッター片岡第7号は劇的なサヨナラホームラン、5対4で西武が熱戦を制しました。